関東大学女子駅伝5日千葉印西市千葉ニュータウン周回コースイコール6区間344キロ全日本大学女子駅伝10月27日仙台市イコール放置新聞社公演の関東地区選考会を兼ねて行われ大東大が1時間53分1秒で2年連続5度目の優勝に輝いた外園隆監督は一番ベストなメンバーを全日本で組むための たくさんの収穫がありましたとすがすがしい表情で話した。今大会で、シード校の大東大、日体大,大、城西大を除く上位7チーム、筑波大、順大、中大、拓大、帝京科学大、玉川大、東洋大、が全日本大学女子駅伝への出場権をつかんだ。大東大の勝ち切る力は強かった。ロックアンカーの津田野桃香、2年、は日体大,大の飯田和代。 一年と接戦が続いたが、ラスト約2キロで、自分は上りが得意だったので、最後の上りだったら突き放せるかなって。上げていこうと思ったと計画通りにスピードを上げ、トップでフィニッシュ。堂々2連覇で全日本へ勢いをつけた。今回のパリ五輪では、卒業生の鈴木ゆか、第一生命保険、がマラソンで6位入賞。テレビ観戦したツタノは、 冷静かつ大胆に走っていて、力強い走りが印象的でしたと瞳を輝かせる。外園監督も、今の2年生は全員が鈴木に憧れて入ってきた選手なので、鈴木の走りそのものが彼女たちの原動力です。鈴さんがあそこまで頑張っているんだからっていうのはあります、とチーム全体が刺激を受けた。昨年の全日本大学女子駅伝は、13度目の出場で9回目の2位。 今年こそ7連覇中の名城大などライバルに勝って優勝を勝ち取りたい。つたのは、全日本優勝に向けて、この優勝を自分の自信にして、優勝を思い続けて、全日本でもチーム一丸となって戦いたいと思いますと力強く話した。今大会で温存となった四つ元桃名4年、野田マリア、2年、ラッシュ力も着実に準備を進め、いよいよ勝負の全日本だ。